皆さんこんばんは、今日はですね、稲垣明雄氏の、坂の上の雲に向かって、2回目の放送ということになりました。前回は私が一人で、いろいろとお話をさせていただいておりましたけれども、前回の時にもですね、できたらこの番組で喋りたいとかですね、こんなことをちょっといろいろ知りたいんだとか、いろんなことをお寄せくださいっていうことでお話をしましたけれども、今日はですね、ちょっと特別なゲストをお迎えしてお送りすることになります。ちょっと私が普段喋りすぎでですね、声がこんな状況なもんですから、今日代わりにこのゲストの方にたくさん喋ってもらおうかなというふうに思っておりますが、今日のゲストはちょっとここにポスターあるんですけれども、大阪ぐらい市を今度10月の15日、はい、もう来週ですね、はい、そうですね、1週間後ですね、1週間後、はい、来週開催をするということで、その実行委員長の吉田金次郎さんの方に来ていただきました。今回大阪ぐらい市は3回目ですね。そうですね、はい、毎年1回この時期に開催をして3年目ということですけれども、はい、そもそもこれ始めようと思った思いとかですね、はい、そんなのちょっと最初少しお話しいただいていいですかね。これ始めようと思ったきっかけというか、きっかけになったのは酒蔵さんからちょっとお話をいただいて、はい、でこう三重県っていうのはもう酒蔵がたくさんあるって、うん、美味しいお酒もいっぱいあるのに、いまいち売れてないと、はいはい、で県内消費量がすごく低くて、県内消費が 18% とか 19% なんですよ。ほとんどじゃあ外で売ってる感じで、そうですそうです。で、これが、有名なお酒どころとかになると 80% とか 90% なんですよ。なるほど。でこう県内消費もあって知名度が高くて県外でも売れてるっていう現状があるんですけども、いまいち三重県はこう県内消費も低いし知名度が低いと、はい、なるほど。で残念ながら毎年酒蔵さんって減ってってるんですよ。でこれをなんとかできないかって話をいただいたときに、はい、僕ら飲食店もね、こう、はい、あれって気づいて、そういえば三重の地酒売ってないよなって。なるほど、そうか、そのことから、なるほど、ありますね、確かにそういうのね。四日市のお店に行っても、はい、あんまり三重県の地酒置いてないなっていうのもあって、ね、でこれはいかんぞと、じゃあ飲食店でできることをやろうっていうので、飲食店と酒販店さんと、酒蔵さんで協力し合って何かをやろうって言って始まったのがこの酒蔵市なんですよ。なるほどね。はい、で元々はこれ飲食店でやってて、はいはい、大酒蔵市っていうのとは別に、はいはい、酒蔵市っていうのを飲食店でやってるんですよ。ああ、なるほど。はいはいはい、で2ヶ月2回ぐらいいろんなお店で開催、今も開催してるんですけど、その酒蔵市は各飲食店さんが持ち回りで、はい、酒蔵市が定期的に開催されてる。でその三重県の地酒を広げていこうという志のある飲食店の方が、はい、酒販店さんと組んで、酒蔵に来てもらって、その時はだいたい2社か3社ぐらいの酒蔵に来ていただいて、はい、三重県の地酒を楽しんでもらうということをやってるんですけど、はい、それの集大成として1年に1回こういう大きいイベントやりたいなっていうのを、なるほど、当初から話をしてまして、はいはい、でそれをこう四日市の一つ核になるようなイベントを作りたいなっていうので、ずっと計画してたんです。でそれをこう1年後にこう集大成としてやろうっていう、なるほど、ことで、スタートした、始まったのが3年前ということですね、はい、ちなみにその三重県たくさんいいお酒があって、はいはい、酒蔵さんもたくさんあるって話です、はい、酒蔵さんって今三重県で何軒ぐらい、はい、35ですね。あ、35軒、はい、あ、酒蔵があるわけですか。はい、なるほど。じゃあその酒蔵35軒のうち、はい、今回の10月15日、はい、来週開催する酒蔵市には何軒ぐらいの、はい、23ぐらいですね。23、はい、結構出てくれますね。結構そうですね、もう本当に有名どころから、はい、あんまり知られてないところというか、はいはい、もう本当たくさん集まっていただいて、いろんな地酒を楽しめますんで。確かに三重県のお酒って美味しいんですよね。うん、そうなんですよ。水もいいのか、はい、本当に米もいいし、はい、お酒本当に美味しいんですけれども、でもやっぱ新潟とかね、そうですね、そういう酒どころは向こうの方のイメージがあって、うん、飲み比べても三重県のお酒決して負けてないし、うん、そうですね、いいお酒いっぱいあるんですけど、もう最近ではサミットでね、そうですね、注目されて、その時に乾杯酒で知名度が上がって、ザクであったりとか、ザクさん、そうですね、はい、そうですね、割というのは今でもすごく人気ですね。はいはい、なるほど。サミットの時はそうですよね、とにかく三重県のお酒が、もちろん首脳の乾杯酒もそうですし、ご婦人もそうですし、振る舞いのお酒もあったし、とにかくいろんな酒蔵のお酒が活躍をいただいて、本当全国にあるいは世界に発信をされた感じでありましたけど、そうですね、
去年の酒蔵市が放すると、うん、はい、確かサミットの後、そうです、もうあの時はすごかったですよ、すごかったですよ、はい、なるほど、そのサミットのお酒が飲みたいっていうので来られたりっていうお客さんも多かったんで、なるほどね、はい、1回目はホスト何人ぐらい来たんですか、うん、1回目は1000人ぐらいで、1000人ぐらい、去年が1500ぐらい来られてますね、今回は、今回も2000人ぐらいかな、なるほど、はい、これはちょっと楽しみなイベントですね、もう一つの特徴としては、はい、飲食店も出店してて、はいはい、あ、お酒だけじゃなくて、ね、飲食店は近隣のこの四日市近辺の日本酒に力を入れてる飲食店さんに出店していただいて、はいはいはい、こう普段こうイベントとかお祭りとかでは食べれないような、うん、もう本当お店で出してる、うん、まあ、天ぷらを出されたりとか、なるほど、とかありますし、その珍味を出されたりとか、はいはい、と当てっていうのをあの出していただくっていうので、うん、飲食店にも16店舗集まっていただいて、なるほど、はい、あ、そうそう、酒蔵がこの10月15日の開催は23酒蔵が出て、飲食店も16店舗出ていただいて、場所はどこでやるんですか、場所はね、ちょうど商店街の四日市の商店街の中心の公園通りから大通りにかけてですね、なるほど、ちょうど金さんのところの店の前ですね、そうですね、馬宿に横丁、はい、まあ、こちらもちょっと宣伝しておかないとね、はい、ありがとうございます、そのちょうど前のあの通りの一応四日市の商店街で一番ホットな通りですね、稲垣さんのおかげであそこがホットな、いや、とんでもないです、あそこ本当ホットな通り、なんかこの間ベトナムフェアとかやってましたもんね、はい、あのクラフトビールフェアっていうのをやってもらって、はいはい、なるほど、あれはちょっと商店街と、ショコカグさんのイベントをこう同時開催して、はい、なるほどね、あの三重県の地ビールを楽しんでもらおうっていう、はい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 、面白いのが今月クラフトビールでしょ、はい、来月が酒蔵にして日本酒じゃないですか、日本酒、11月にワインフェアっていうの、うんうん、おー来た、なるほど、これ酒の上にはたまらないイベントが目白押しで、毎月やってるんですよ、何かお酒のイベントが、いいですね、そうなんですよ、これちょっと酒飲みにはたまらないイベントですけど、すね、意外と皆さん知らなかったり、ね、しますから、やっぱりこう日本酒のイベントが10月15日あって、できたその翌月もワインのイベントがあるということですから、はい、まあ、そちらも来ていただきたいんですが、はい、ちょっとじゃあこの酒蔵市に来たらですね、どういう仕組みで、その例えば23蔵お酒あるんですけど、どうやって飲めるんですかね、これ、これ全て前売り券か当日券っていうのを購入していただいて、はいはい、で10枚通じのチケットをまず前売りで買っていただく、10枚続きの通じのチケット、当日も一緒です、あの10枚通じなんですけど、前売りは3000円ですね、3000円、なるほど、1枚300円のチケットが10枚綴ってあるんですけども、それが、当日ですと3500円になる、はいはい、でその1枚で基本的にお酒1杯で交換して飲んでたり、確かおチョコね1杯ですね、はい、その酒蔵市のちょっと今日持ってこれよかった、あります、今日ないですね、あれちょっとね店なんです、結構大きいんですよね、そう、大きいおチョコがあって、それに1杯入れていただけるっていう、はい、であのおつまみも基本1枚で、あ、おつまみで交換できて、で高いお酒になると2枚とか3枚になるんですよ、大体でも基本1枚で、基本1枚で飲めると、はい、なんであの基本的に10杯飲めるってことね、そういうことですね、じゃあおつまみをまし取らなければ、はい、もう10杯そうです、この結構大きいお茶でしたもんね、はい、ベロンベロンに酔っ払える、かなり飲めますね、はい、それが 5杯ぐらい飲んで、うん、あと5つおつまみを取っても大丈夫と、はい、それが前売りだと3000円、そうですね、かなりお得ですよ、お得ですね、はい、確かにお得で、私も毎年ねお邪魔してますけど、結構みんなベロンベロンにね酔っ払う方がそうで、目玉としては1時間に1回乾杯があるんです、ああそうですね、稲垣さんでもね、はい、これね、ぜひ皆さん来ていただいて、その1000人以上の方が公園通りに集まって、はい、でみんなこう、はい、自由にお酒を、うん、自分の好きな酒蔵さんのお酒ついてもらって、ね、うん、飲むんですけど、はい、決まり事1個だけなんですね、はい、1時間ごとに乾杯をするっていうね、でこれがね、めちゃめちゃ盛り上がりますね、もう昼間からね、昼間からもう1000人の酔っ払いがね、そうですね、乾杯を一斉に毎1時間ごとにやりますので、ぜひ皆さんお越しいただいたらですね、はい、来週、うん、まあ、乾杯をするまで当然行っていただいて、はい、そこから1時間飲んでていただくとまた乾杯ありますからね、はい、ちょっとそれもぜひ盛り上がってやっていただきたいと思いますが、うん、そうですね、その前売り券は、はい、まあ、当日でもいいですけど、はい、やっぱ3500円と3000円からね、はい、前売り券で、うん、買っていただいた方がいいと思うんですけど、そうですね、どこで買いますか、一番分かりやすいのは観光協会さんですね、四日市の観光協会、はい、観光協会に行かれるか、はいはい、ここに出店してる飲食店には全て置いてありますので、なるほど、僕の店の馬宿に横丁に置いてもらってますので、あ、なるほど、はい、そうするとそこへ前売り券を買いに行っていただくのが一番いいですね、前売り買ってもらった方が一番早いというか確実ですね、そうですね、はい、もしちょっとこれだけで分かりにくければ、うん、私のツイッターか、フェイスブック、はい、金さんと送ってもいいですけど、うん、メールいただいたら、はい、ちゃんと詳細な情報をお送りしますので、はい、でこの酒蔵市のフェイスブックページもありますし、そうですね、そちらの方で見ていただいたら、なるほど、はい、なるほど、で開催時間としては、うん、はい、10時半から4時までですね、10時半から4時、はい、そうすると前売り券は皆さん買っていただいて、うん、はい、
で、あの準備をいただいて、はい、朝10時半には来て、ね、日本酒が飲めると、はい、10時半から朝から飲んでいただけるっていうイベントですので、はい、そうですね、で1時間ごとに乾杯がありますから、まあ、4時までいただいてもいいし、はい、まあ、途中まででもいいですけれども、ね、ぜひあのまだ4日市を楽しんでもらうっていうんじゃ、なんでこう4時にしてあるかっていうと、そこからね、はいはい、飲食店の方に、あ、なるほど、皆さん2次会3次会と行っていただきたいなと思って大丈夫ですかね、そんなに飲み続けた人が、飲んでいただいてからも、まあ、あのその日はもうしっかり飲んでいただいて、なるほど、はい、じゃこの大酒蔵市、うん、ぜひ来週ですが、そうですね、今後ですね、うん、この大酒蔵市の展開をちょっとお聞きしておきたいんですけど、うん、そうですね、これ、まあ、今回ね、はい、来週やって、うん、その後の展開は、そうですね、僕らのやっぱ主の目的っていうのは酒蔵さんのこのお酒を知ってもらうっていうのが目的なんで、うん、はい、僕らは実はあの展開していきたいのは、各飲食店での酒蔵市っていうのをもっと広げていきたいんですよ、うんうん、ああ普段やってるね、そうです、そうです、なるほど、うん、そちらの方でこう本当に日本酒を身近にあの感じていただいて、うん、こう楽しんでもらえたら一番いいかなと思って、その普段の酒蔵市の情報っていうのは、うん、それはその Facebook、はい、Facebook ページで、あの Facebook ページに上げてますので、わかりました、はい、もうね、今毎回も満席になるんですよ、うん、それどのぐらいの割合でやってます、2ヶ月に1回やってます、2ヶ月、はい、じゃあ皆さん2ヶ月に1回酒蔵市がありますので、うん、はい、そちらの方もぜひちょっと興味を持っていただいた方はですね、はい、行っていただきたいし、はい、もちろん今年も乾杯は、乾杯はもちろん参加します私もあの乾杯要員でいつも行ってますんで、今年も来週また私もいて、あの1時間ごとの乾杯の温度を取らせていただきますので、ちょっと皆さん大きな声でですね言っていただきたい、あのこの喉をね、あの来週までちょっと直さないといけないですね、あの1時間ごとの乾杯も楽しみにいただいて、でやっぱりね、あの私も気づい、もう本当この酒蔵市のイベントちょっと行かせていただいて思ったのが、あの三重県のお酒本当にいい蔵がたくさんあるし、あの飲み比べてね、うん、飲むと改めて三重県のお酒の良さっていうかね、うん、そういうのも感じますし、はい、何よりも商店街の皆さんが、うん、あのこの飲食店の皆さんがですね、うん、団結して、うん、で酒屋さんが団結して ね、で本来ならこう商売がたき、うん、そうなんですよ、ね、かもしれないこの酒屋さん同士がね、はい、こう集まって、うん、一緒に盛り上げるためにやろうよっていう形でやってる姿は、うん、なんかこういうのがやっぱ街づくりにつながっていくのかなっていうのも見てて感じますし、で去年はそこからね、あの丸4ってお酒が発売されてたんですか、あ、そうでしたね、酒蔵市が酒蔵市から始まったんですよ、そうでしたね、であの主販店さんが協力して、はいはいはい、新しいお酒をね、こう四日市だけしか販売しない、はいはいはい、そうでしたね、作られたんで、あれは本当にいいですよね、米から作ったんですよね、す米から作って四日市限定のお酒を作ろうっていう、四日市の酒蔵さんが加盟して四、はい、日市でしか売らない、売らないという、そうそう、あれね、僕買えないのか、四日市でしか売れないし、四日市しか飲めないっていう、あの店も絶対売らない、売らないっていうね、はい、あのそう一本あの土産にどうか持ってこうと思って金さんに頼んだら売ってもらえなかったっていうのがありましたけどね、そうなんですよ、だからそういういろんな皆さんからね、うん、取り組みが広がっていくっていうのはすごくいいなって思ってますので、でねうん、まああの特にこのまず大酒蔵市、来週、はい、あの本当はもう少し喋ってもらいたいんですけどな、もうそろそろお時間が来てしまいましたので、はい、ちょっとこのポスターここに貼ってありますけど、はい、これもう一度ね見ていただいて、ぜひ10月19日15日、はい、日曜日ですね、はい、10時半から大酒蔵市を行います、はい、あのご参加をいただきたいと思いますし、はい、あの私も1時間ごとの乾杯でそこで参加をさせていただきたいと思います、はい、あのこの私のですね稲垣明義の、あのコーナーはあのできればこうたくさんのゲストの方にも来ていただきながらやりたいなと思ってますので、はい、ちょっとこれを見て私も喋りたいよとか、うん、PR したいよとかいう方見えましたら、ぜひまた、Twitter でも Facebook でも何でも結構ですので、私稲垣明義のまでメールをいただければなと思います。それでは今日はあの吉田金次郎さん、はい、自己委員長として参加いただきました、はい、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。毎日見える YouTube。